いてはこのゲームを やってみてっていうリクエストもらいまして、やってみたいと思います。これです。ドラゴンボールヒーローやつの、ただ俺何もやり方知らなくて全然わかんないんで、とりあえずなんか見よう見まねでやればいいのかなと思うんですけど、カードも全然持ってないから、一応ねなんかよくわかんないけど、こうで持ってるじゃないですか。どうしたんですか。買ったよ。だからで、なんか好きな柄をとりあえず選んで買ってみた。よくわかんないんだけど、俺が好きなサイヤ人はこれだなって感じ。したらいいのか全然わかんないけど、とりあえずなんか使うカードが5枚ぐらいあるらしいぞとかね、その辺はわかるんだけど、違う、下は？あ、下ないのか。
いくつだっけ、これ、はい、地球に来た年齢って、地球年齢でよろしいですか、地球に来てから34年だもん、やろう、メガ進化を巡る俺の旅、ボーリングで進んでいきます、俺は強くならなければならない、立ちはだかる強大な敵、それは課せられた試練、メガ進化の答えを持て、全てクライマックスへと加速する、ポケットモンスター X1 の特別編、何最強メガ進化アクトフォー、何の名前なのよくわかんないけど同じでいい、できないな、戦いキャラクターを登録するんだ、君の持っているバトルカードをブラックパネルに置いてくれ、ヒーローアマターカードを置くと君の分身を登録できるぞ、5枚まで登録できるぞ、登録するキャラクターが決まったら設定ボタンを押すんだ、チームだけだ、次にヒーローバッジを選んでくれ、この後でヒーロースキルとロボスキルのどちらの効果を使うか選べるぞ、よく考えて選ぶんだ、このヒーローバッジにするんだな、動かせないよ、このヒーローバッジ、ヒーローバッジ決定、ではヒーロースキルとロボスキルのどちらを使うか選んでくれ、ヒーロースキルはバトルチームに発動して敵チームを弱体化させる効果が届いているぞ、ロボスキルはバトル中にヒーローロボが登場して君を助けてくれる効果が届いているんだ、ロボスキルの次、ロボスキル決定、それに敵チームの一つ
何やんの、何やんの、いや、分かった分かった、何やんだよ。あ、聞こえねえよ。全然わかんない。なんすか。え？何？
ってはならないのだ。これが今回のストアだ。素晴らしいストアだ。次のバトルも楽しみだ。これでもランクインしたぞ。するんですか。後ろだよ、うん、後ろに行くだけだよやるのは。あ、でも面白かった。またやろう。これは天下一武道会とかやりたいな。これ